返してる。戻ってきたらここ終わるでしょ。ううん、終わんないよ。ワンデイキムタナポンウォンツ何アンドシックスシックスパックボディだな。タナポンやるじゃんあ、K-POP アーティストが好きだからってこと。モザイクの子にして面白かったよ、あれはあれで。でも偉い、メールのだからね。やっぴー、無制限は大変よね。いや本当にそう、無制限大変だから、あの心配なので皆さん一緒に応援しましょうね。あのメンバーはね、なかなか協力がちょっと今回できないので、カウントはできるのかな。なので拡散とか全力でみんなで頑張るので、みんなは星投げを私たちの分もお願いします。すずねくん、あなた可愛いですね。すずねくん、すずねちゃん、すずねくん、ありがとう。すずねくん、また来てくれた。ツイッターフォローしますよ。ストリームホラー行かないんかい。会えないんかい。ジリイベまで待機。そう、ジリアもなんかそう出てって、まずはアバターをゲットしようって話になったじゃん。でもその時ちょうどメンバーがショールームイベントたくさん出てたから、今はやめようと思ったら結構時間経っちゃった。パパおやすみなさい。ありがとう、おやすみ。でもキャメタ結構でショールームイベント強い気がする。仕組みしっかり分かってるね。ツン、はじめまして。ツン、久しぶりだ。行ったな、行った、大丈夫。多分30分ぐらいで終わっちゃうから、逆に今はサッチャンルームで星投げしてくれた方が嬉しいかも。ユーマ、こんばんだい。パフェ、美味しかったです。美味しかったです?お腹空いた、今お腹空いたけど、先に。配信したか褒めて。絵はがき届いたね、初中お見舞い。どうだった？いいこといっぱい書いてあった？絵上手だったでしょ。 My hand have a bit of 何でもなこれ。キュンちゃんどうも、ヤッホー。ねえキュンコさ、ジュリ開封したかった。私たくさん買ってくれたんだね。無事に届いたようでよかったもん。え、ね、めっちゃ聴いてよ歌。もう日の夜ずっと聴いてたの。ジュリ、ジュリが一番好きなやつね。なんて、どうなんだっけな。泣いちゃった、泣いた。えん、すずねくん、そう、すずねくん覚えたよ。アバターないから、そうだよ、待っててやるから。いや今年中ね、なんかね、あい、あの推し編マニア。そうなの。例の毛も、え、大丈夫だよ、むしろ大丈夫、平気。逆にうちで全然平気だったけど、逆に平気そうか心配だよ今。マジか、そう待ってたよ。きょんちゃん、ジュリも開けたかった。だからさ、あのメイさんが教えてくれたんだけど、クロスリーブにさ入れてさ、ジュリもこう開封気分味わいたい。アバター欲しい。そう、マルチアバターね。マルチアバターこうやってしてる。手と足こうやって生やしたから。ヌーレが持ってて、え、なんかみんながすごい、ちょっと前にあのせいちゃんとかマリアのイベントだった時に、なんかジュリアちゃんも出てよって言われて、じゃ先にアバター考えようってなって考えたけど、やばくね、マルチからこっち手足出てるやつやばい。キャミタ、僕決まった時間に見れないし、星貯める時間がないから、イベ劇。え、でも仕組みしっかり分かってるじゃん。キシさんこんばんざい。スリーブ入れて渡しますお願いします。今日初中見舞い返し、おっ、事務所で待ってるね。逆にアバターイベントに出たらじゃん。え、だから最初はそうしようかなと思ったの。2週間限定とか緩いのあるじゃん、うん、そうそう。あの、自分申し訳ないことにね、アバターゲットしたのに、あの、うん、知らないの、あれ千人限のやつじゃない、なんか、うん、あの自分のところで見れるって知らなくて、うん、そういうの。で、だから正直森田さんから言われるかと思ってたから、うん、ずっとあの用意して待ってたけど、スーパーと思って気づいた。本当にみんなには申し訳ない気持ちなんで、あ、決めて楽し、あの Y 超えて Z をお待ちしてるね。なんとか大丈夫よ、ありがとう。なんかあったら言って、あっても買え、いや買えないんかい、買えて。すずねくんまたね、ありがとう。すずねくんまた来て。あらま、嬉しいわね。あれ、ね、なんだっけな、3個目かな。事務所に送っとく、ありがとう。スーさん、ジュリニャン、こんばんざい、こんばんざい。
それでええやん。あ、アバターのやつで、まずはアバター、はよはよね、みんなとあれだけアバターの画像だけ考えてさ、そんな人いる？アバターにさ、イベント参加しないって。ちょっと暑いな。なんだっけ、なんて言ってしたんだっけ今日。あ、明日はまだね、告知の URL 出してない、出してないとかできてないんですけど、あの12時から1時半でトークポートあります。急遽開催なのでトークポートあるんですけど、みんなお昼を一緒に食べませんかということで、12時から1時間半あるんで、よかったら3分2000円とね、お安くなって、いつもより10ポイントお安くなってるので、こんばんじいちゃん、あいまるこんばんざい光を支えに生きていきます本当に気をつけて心配、あの心配っていうか、またピンピンキャメタになっちゃうからね。クリスマスイブの悲劇、タナシュン安い、そう明日3分2000円20ポイントです。なのでお昼トークポート、そう明日お昼トークポートが、そうみんなさっき の、 あのオンライン楽市楽座中に発表があったので、あのその楽市楽座見れなかった人は今初だからびっくりかもしれないけど、明日12時から1時半の1時間半限定で3分2000円のトークポートあります。クリスマスの悲劇、ほんとよ、だから12サンタになった。でトム晩はこんばんじゃい、でも昼、そうお昼だから、なんかお昼休憩などがかぶったりしたらいいよね。きょんちゃんお昼の、そうお昼トークポートなの。唐揚げ美味しかったです、こんばんじゃい、いいの食べたい。ヒールポート、そうヒールポートあります、1時間半のヒールポート、ぜひお待ちしてます。もじゃどうも、なんだっけ、あいちゃん、てめえか、もじゃてめえてめえ、そうあるので、あの7月も皆さんありがとうございましたポートですらしいです。なのでお話ししてくれたらとても嬉しい。2日連続でやるのよね。何が、あトークポート、そうそう、あそうだっけ、そうライブトラック1だけど見ながらあげてました、いいな食べたい。アクテンテシリコシリコ、あシリコシリコ今日したからね、届くの待ってて、しおちゃんにシリコシリコされた動画。今日はね、なんだっけ、米の日、なんだっけ、なんかの日ということで、みんな真っ白い服を着たんですよ。特典届くの待ってて、明日ゴルフしてから野球見に行くからその間、あーアイマポートね、アイマポート、じゃあ納豆巻き食べてて、納豆巻き用意して、ジリは用意しないけど、落書き写メ来たけど思いっきりお尻、嘘でしょあれもお尻に入るの、まあちょっとは意識しちゃったけど、頑張って8割足にしたんだけどな。ってことでシリコシリコさせそう、やっとシリコシリコしてもらえた。いやシリコシリコって何っていう話だけど、お尻を撫でてもらいました。ふいさまカウント、あふいさまじゃない、嘘、カウントありがとう、投票ボールでした。さっちゃんがね今イベント参加してるので、初日の応援ありがとうございましたという、明日もねよろしくお願い、結構長いので期間が、自動カウントツール入れたらめっちゃ開く、え、そんなんあるん、ピコーラ言うなとき、しょうちゃんめちゃめちゃ複雑な顔してた無理やり投げさせちゃったかしら、まあいっか。明日起きられるかな、お昼まで寝てたらごめんね、一日中カウントするして
星の子、あ、やばい、何したの、なんか落ちちゃった。しおちゃんも変態さんだからいいかな。うん、そうそうそう、それはそう。はてなはてなはてな星の代わりに永遠カウントカウントタナシオン。また減ったからな、配信終わりにしたい気持ちはあるけど。朝日関連のイベントとか、確かに矢印はクリアサヒの CM に出たいんだ。ダメ、光やスタンディングじゃないかなの期待がある。あ、確かにキャメダの出番じゃん。今度改めてしっかりしたものを送るわね。いえいえだよ、ありがとう。うれちかた、朝日しかかった、そうだよみんな。あ、やばもたれてた。ダメダメなんかいなんかない、朝日クリア朝日でしょう。朝日新聞、朝日新聞すごいよ、どっちにしろ大手だ。ジュリアお姉ちゃんこんばんざい。初スタンディング抑えればさすがに未練なしでやだ、あ、やだくないわ、いいのか、うん、いいのか、苦い思い出を塗り直そう。そりゃなかなか厳しそうだな、確かに大手すぎるか、女優の中に一人だけ混ざんだよ。もう信用金庫の、あ、そうだ、朝日信用金庫のお姉さんだった。あなたの信頼、なんだっけ、町と信頼の鼓動に敏感です。朝日新聞の電子新聞購読始めます新聞、そう、でも朝日新聞ってよく言われた、小学生の頃よく覚えてたね、覚えてた合ってた、ちょっと違うよね。町の鼓動に敏感ですだっけ、朝日信用金庫入金してください皆さん、私に。朝日自動車なら行きそうかな、免許持ってるし。クリア朝日ね、ジュリ飲めないからねでもクリア朝日の CM に出たいよ。オーディションとかないのかな、ない、私朝ドラ女優とかじゃないの。ジュリア朝日って言います。君いい名前してるね、ならないのかな。サンリオのパンダちゃんと朝日信用金庫で、じゃあちょっと持ってきてください、こちらまで、朝日関連の15分経ったから終われるぞ、ありがとう、楽しそう。お腹減った。なんかさ、みんながさ、ジュリが公式ルーム配信してる時にさ、お腹減ったっていう時はさ、まだ時間はないからダメって言うけど、個人ルームだとみんな優しいよね。15分経ったらお腹減ったら終わりにしていいって言ってくれる。ジュリ採用するぞ、いいか、ちょっとあのお手柔らかに。朝日信用金庫探すか、探して街中にあるから、でも終わったらみんな悲しむでしょ、だからあとちょっとだけやるよ。マジ落つ早いんだって、早いんだって、あんた、うんちくん、ただいま初見でアカウント消したりしたからね。どういうこと、バイバイじゃないの、もうちょっと行かないでよ。ジリアちゃん、ジリア頼むよ、やめっき、やまないで、ジリア推しやまないよ、だからやまないで、おやすなないでって、まだだだって、ささのと、あ、ありがとう、さっちゃんと公園行ってくれて、いい子。俺のなんかサマさんの会社がなんかにピーチだって、ピーチだじゃない、なんかあったから、え、美味しそう、かわいい。このレモンの人はみんな次いいからバイバイ。そう、みんなさ、ジュリの時さ寂しいでしょ。おはよう、おはよう、美の秘訣教えて、え、それジンに聞く、ななちゃん、なんだろう、食べたいと思った時はちゃんと食べること、あまり我慢しすぎないこと。麺でもう一枚食べたいです、どうぞあとストッキングを履かないこと、
スキファンはみんな病まないの？うん、チリがみんなを好きだから。でしょ？今日は見れてよかった。確かに寝落ちしなかった。落ちちゃん、まだあとちょっと。ななちゃん、あ、ななちゃん落書き写メ届くの待っててね。可愛く描いたから。トムずっと見てます。これトム、あれ買ってくれたでしょ。明日寂しい、寂しいでしょ。長島丸おはようございます。こんばんは。寂しいので夢出ます。ちゃんと覚えてられる？大丈夫、ジリは天使だから。でしょ、個人情報忘れて。サマさんの終わらないでっていうより食いつく話題提供した方が終わらない。よく知ってんじゃん。ササの大抵、ササのね、こうあのツイッターにね、さっき載ってたよ、明日のタイムスケジュール。うん、平和の国に行ってく。そうだよ、だってみんなそうでしょ。平和でしょ。4つとかはまあ許してないけど平和でしょ。世界平和、そう、世界平和をモットーにじゃん。好き好きファンクラブは揉め事一切なし。あ、届いた、あげた方がいい。届いたって、やったら落書き趣味、待ってて。ささフォローしない、いやして。てか昨日の、まだ昨日のダジャレ発表しないで。いつまで覚えてんの。世界平和ね、世界平和でしょ。キムタもう完全に和解したので平和の国の住人だと思う。和解した、まあ確かに和解はした。ちゃんとしっかりね、あなた語彙力がしっかりしてるからさ、伝わった。そんなリアルタイムで分からそう。分かっちゃった。お疲れ様、ありがとう。楽しゃめよう。ちゃんと隠してよね。なんで朝日信用金庫がそんなに、朝日って名前だから。今日送ったみたいだから、あ、ありがとう。みつさんこんばんは。こんばんみつ、大好きクラブでしょ。おー、イエス。せっかくだから明日、明後日で、おお、それは嬉しいかも。ありがとう。明日の朝届いてるかな、だといいな。語彙力いい感じ。え、だってさ、多分国語5だったでしょ。作文能力めちゃめちゃいいと思う。強くて、あの人の心にちゃんと突き刺さる文を送るよね。美味しいけどね。し、あの分かりやすい、ジリと違って。語彙力ないからヘラヘラしてません。ジリ語彙力ないし、あんま作文得意じゃないからさ、みんなに伝えづらいんだけど。文字のとこ書く、そうだよ。そしてよ、明日事務所に取りに、明日は事務所に行かないかも。次行くのいつだろう、ちょっと分かんないけど。問題は何を話すかだな。ご飯用意して待ってて。え、8月頭じゃん。8月頭に事務所行く。あれで読みやすい言われるのはビビるけど、嘘、めっちゃ読みやすかったよ。ちゃんと刺さった。オンピッピ、2日連続来れたじゃん。理事長に言っとくな。朝日信用金庫よろしく。あのイメージモデル、イメージガール。ということで、じゃあ投票、投票じゃないや、どこにおんの。ジリ今お家だよ、万歳ハウス。とりあえず送られるのは確かだけど、ありがとう。見られても大丈夫なやつ隠しとか、何それ。決めてさ、光栄の前に桜台で出た。勇気ですかそれ。万歳ハウスとは、え、知らないのか、あなた。あれでメイさんとアユちゃんと住んでるんだよ今。ジリ今千葉の住人じゃないんだよ、東京に出たの。え、せ、嘘、知らないっけ。じゃあ寝れないけどもう寝ます、おやすみ。明日は夜勤だからご飯じゃなくて電話終わったらすぐ仮眠か。頑張ってね。投票お疲れ様。あれ、すま、え、嘘、そんなにあんま会ってなかった。千葉の女じゃなくなったんだよ今。千葉の女だけど今東京にいて、そのメンバー3人と住んでんの。お疲れ様。4567891ジリア、では終わります。バイバイ。東京なの今、また明日。東京に染まりたくなったか。染まってないよ、しっかり心は。ラビットオツち、おやすみ、ありがとう。オツありがとう、おやすみ、バイバイ。オツ、お疲れ様、ありがとう。バイバーイ。